日本埼玉県上尾市原新町原新町は埼玉県上尾市の町名。現行行政地名は原新町のみ。定番を持たない単独町名である。住居表示実施済み。市の統計などでは上尾地区で分類されている。郵便番号は362-0016。区画整理により成立した新しい地名である。埼玉県の県央地域で 上尾オ北部の大宮台地上に位置する高崎線と河野ス桶川埼玉線に挟まれた南北に長い区形の形をした地域。長域の東から南にかけて緑ヶ丘と隣接し、西側を高崎線を挟んで浅間台や中妻と隣接し、北側を久保や桶川市新名と隣接する。また、南側では春日、が北側で桶川市朝日ともわずかに隣接する。 町域の西端を高崎線が通り、北上尾駅が設置されている。また、町域の北部を東西に、上尾環状線が通る。河川などの水域は地内に存在しない。全域が市街各域で主に第一種住居地域に指定され、全体的に住宅地や商業地が広がっている。2019年1月1日現在の世帯数と人口は以下の通りである。 私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。地区内には路線バスがなく、コミュニティバスのみの運行となっている。なお、校舎のみだが、夜行休校バスのミッドナイトアローアゲオ、コーノスが設定されている。地区が駅前に位置するため、数多くの商業施設がある。また、駅周辺にアゲオ中央総合病院の施設である。 中央人クリニックのほか医療施設が多数立地する。ありがとうございます。